とてつもない防音がしています。建物の下の方もほぼ川のようになっています。停電してから1時間半ほど経っています。こうやって動画を撮って、アップロードできるのももうわずかかもしれません。この橋は跡形もない感じに水に飲み込まれていっていますね。停電してから、この蒸し暑い中、皆さん集まって避難しておりますが、コロナの影響もあり、皆さん不安な中で、この災害を共に乗り切ろうとしています。